まだプリント手元にない人は前ないしは後ろの角のところで今2つ配ってますので取りに行ってください。授業を始めたいと思います。ショッピングセンター概論の本番というか外部講師による講義が始まります。前回いろいろご紹介をしたように、今日からですね、日替わりで、第一線の先生方、現場でご活躍されているビジネスマンの方にですね来ていただきご講義をしていただくことになります。大御方様はですね、小樽商科大学をご卒業されまして、それから、前に配りした紙にあるようなご経歴で、ショッピングセンターの、実務運営の第一線でご活躍をされていらっしゃいます。ご紹介いただきました大御方でございます。ちょっと難しい感想ですけど、知ってる方は知ってるんですけど、大御方というのはですね、常磐線の駅がありましてに、入社しまして、そこから何年でしょうかね、45年、もう多摩川はオープンしてもう44年になるんですが、お客様は大体月に平均すると紹介という方々はほとんどなんですけど、それでもですね、多分ここ変わった百貨店でっていう人ばかりですね。それから多少理解してる人は、多摩川高島ショッピングセンターがあって、その隣に一番人材育成に力を入れてます。それで全国のですね、ショッピングセンター協会に入っているとございまして、で今回は初めて東北で実施するということになりました。ショッピングセンター業態とかって言い方するんですよね。お客さんの入れ替えを行って鮮度を維持することができるという、そういうビジネスモデルだからです。今はですね、例えば一つのショッピングセンターなんですが、成田が、羽田だ、中心の違いっていうのはですね、これはなんていうんでしょうかね、中野より友達って言ったらいいのかな、友人、賃貸原価に対して、この価格はこれだけ儲かってるとか損してるとかって、そういうディズニーはエクスペリメンタル、プロトタイプコミュニティなんですよ。コミュニティオブトモロー。仙台ではなくなりましたけど、ファッションドーム、夢の島には大感情ってなかったんです。コンビニかなと思います。雑誌内場合はここに質問を書いてもらって、もしかすると、あと、何件かお答えいただけるかもしれません。それを聞いて、私が。お話、ありがとうございました。1点質問なんですけれども、ショッピングセンターを今、作る際の話で教えてたんですけれども、そのまちづくりの際に、地域の住民の方とかと話し合ったりとか、そういったなんか、住民間のやっぱりショッピングセンターを作って、なんか近くにあるなんか小さな商店の方が煽りを受けて、作るときにですね、作る前か、全然こうレベルが違うんです。だから全然問題なかった。終了させていただきたいと思います。講師の大御方様、本当にどうもありがとうございました。皆さん拍手を持って、じゃあ今日第2回目になりますが、ここ終了。